こんにちは、乗り物大好きケロヤマです。前回は平面交差で有名な近鉄の大和西大寺駅のカオスな様子をお送りしました。ご覧になってない方は説明欄に貼っておきますのでご覧ください。さて今回は大和西大寺から京都線に乗って全面展望を撮りながら撮影スポットを探してみたいと思います。前回撮り損ねた島風も無事に撮れました。それではスタートです。ちなみにここという場所が見つかるまで全面展望を撮っていましたが、飽きられると嫌なので短縮版でお送りします。ここで近鉄京都線の説明を少ししておきます。京都市の京都駅から奈良市の大和西大寺駅を結ぶ路線で、路線距離 34.6 キロの複線になっています。また京都市営地下鉄烏丸線と相互乗り入れをしています。次の山田川駅からは京都府に入ります。この辺りから建物も少なくなり、田園地帯が広がってきました。宗吾くんがキョロキョロしだしました。田んぼの中から撮ろうと思っているようであります。先ほどの木津川台を過ぎてから駒田まで JR の学研都市線がすぐ西に並走しています。宗吾君は近鉄と JR を同時に取れる場所を狙っているようです。新放送のを過ぎて一気に視界が開けました。駒田を越えると JR の線路が離れていきますので、宗吾君は次の駒田で降りることに決めました。駒田で降りました。この先は建物が多そうなので、駅を出て線路沿いを徒歩で戻りながらいい場所を探してみます。景色も開けてるし、ここでいいんちゃいますか。というわけで宗吾君は駅から2キロほど離れた田んぼの中から撮ることにしました。果たしてかっこいい映像が撮れるのでしょうか。それではその成果をドバーッとご覧ください。島風も京都市営地下鉄の車両も JR の車両も来ますせー。画面の説明をしますと、手前が近鉄京都線で、奥が JR 学研都市線になります。また天気がだんだんと荒れてきまして、風切り音が結構入っています。ご了承ください。空がかなりどんよりしてきましたので、田んぼのあぜ道から駅前に戻ってきました。頑張って取ってきましたが、いかがでしたでしょうか。今回はここまでとなります。次回はさらに近鉄京都駅の方に足を伸ばし、撮影スポットを探したいと思います。ただ天気はさらに悪くなり、そうごくんは風邪をひいてしまうわけであります。ぜひ次回もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。